太らないための食べ方をお伝えします。この動画を最後までご覧いただきますと、太らないための痩せる食べ方がわかるんです。ぜひ最後までご覧くださいね。それでは早速本題に入っていきましょう。まずポイントです。血糖値なんです。なぜ太ることと血糖値が関係あるのかというその理由について今からお伝えしていきますね。その理由は、あなたの取ったその糖質が過剰摂取な時に血糖値がですね、急上昇をしてしまうことによって、そのエネルギーにならなかった糖質がですね、全部体脂肪になってしまうからなんですね。ですから、いかに血糖値を急上昇させないかというのがすごく大事になってくるわけなんです。で、プラスその糖質というのは一番インスリンというホルモンを出してしまうんですね。で、これは何かと言いますと、別名肥満ホルモンと呼ばれるホルモンなんです。で、このホルモンが出るたびに、あなたのお体の中であなたの体重設定値がどんどん上乗せされていってしまうなんですね。ですから、血糖値というものがいかにその太る体質に関わっているかというのが今お分かりになったと思います。ではそこで具体的にどうすればよいのか、その事例をお伝えしていきますね。こちらです。要するに逆のことをすればいいわけです。血糖値が急上昇しない食べ方をすればいいわけなんです。そうすれば余った糖質がその体脂肪に変わることを防げるわけなんですよね。ではまず、そもそも一つ目、この糖質をたくさん含む炭水化物の量を意図的に少し落としていきましょうということ。お腹いっぱいではなくて、まあ、腹八分ですよね。そしてその上で、ここもポイントです。炭水化物の量をいくら減らしたとしても、炭水化物を単体で食べるのは NG なんですね。もう一気にやはりインスリンや、まあ、血糖値が上がってしまうわけですから、そこで炭水化物、まあ、要は糖質プラスアルファでタンパク質や脂質を取りましょうということなんですね。そうすることで、その急激な血糖値の急上昇を抑えることができます。そしてこちら3つ目、血糖値を緩やかにする食品を選びましょうということです。例えば白米よりも玄米、白砂糖よりも黒砂糖、うどんよりもそばといった、こういった形で緩やかに血糖値をこう上昇させてくれる食べ物を選ぶことで、あなたはその急激な血糖値の上昇を抑えることができて、結果その体脂肪を溜め込まなくても済みますよってことになる、いいサイクルに入っていけるわけなんですね。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画のお話まとめです。まずは血糖値を緩やかに上昇をさせましょうということでした。そのためには炭水化物の量を減らして、プラス単体で食べずにバランスよく栄養を取りつつ、またそのおすすめは腸内環境を整えるような食材であれば、急激な血糖値の上昇を防ぐことができます。和食中心を心がけて腹八分で食べてくださいね。さあ、このチャンネルはこのような腸活や健康法をお伝えすることで、女性の方が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただいて、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし、嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。